皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は電車に乗って、お出かけします。シドニーの電車って2階建てなんです。こんな感じですね。せっかくなんで景色がよく見える2階に座ります。ここはジョージズリバー、川です。この辺りは緑が多い住宅街です。シドニーの中心部から電車で30分ぐらい走ってきたところですね。そしてずっとユーカリの森が広がっていきます。この辺はナショナルパーク、国立公園です。広い森が続いてますよね。コアラもこの辺りいるんですよ。で、今日の目的地はベリーというかわいい町というか村があります。有名なドーナツ屋さんがあって、そこまで行ってみたいと思います。電車乗り継いでいくので2時間ぐらいかかるんですけど、途中こんな海の景色が見えて、のんびり旅行する気分で楽しめると思います。以前大陸横断鉄道のインディアンパシフィック号をご紹介したんですけれど、これは普通の電車です。オパールカードがあればですね、気軽にタッチして乗って、で降りるところでまたタッチするという、とても便利ですね。オパールカードは公共交通機関で使えるチャージ式の IC カードです。でも他の州では使えないので気をつけてください。ニューサウスウェールズ、シドニー中心、ブルーマウンテンズ、ニューキャッスル、セントラルコースト、ハンター、イラワラという、広範囲で使えます。昔はオーストラリアって鉄道のシステムがあまり良くなかったんですね。電車が故障したり遅れたり、いろいろトラブルあったんですけども、この数年すごく良くなりました。電車も綺麗になって、アナウンスも入るようになったので、とても乗りやすいです。電車から見えている海はタスマン海って言います。オーストラリアの南東部タスマニアとニュージーランドに挟まれた海のことをタスマン海と呼んでいます。隣の国ニュージーランドは近いといっても飛行機で3時間かかります。パースよりは近いですね。パースは4時間かかるんです。それでは間もなく貝山到着です。ここでこの電車は終了です。こちらが終点です。貝山って読みます。そして、ここから先は乗り換えで、今度は2両編成のかわいい電車に乗ってベリーに行きます。シドニーから南に位置するこの辺りはサウスコーストと言います。貝山もとても人気があって、海水が隙間から20メートル以上吹き上げる岩があって、ブローホールと言います。ここではすごく有名なんです。貝山駅から歩いて10分ぐらいで行けますね。ビーチもあるし、サーフィンもすごく人気があるところです。シドニーから電車で日帰りシーフードを食べに来るのもおすすめですよ。さあ電車に乗り込みましょう。結構混んでますね。混んでると言っても、まあこの程度です。ほとんど地元の人たちですね。
海山まで乗ってきた。この特急電車はセントラル駅を出発しています。そして乗り継ぎは良かったですね。待ち時間は8分ぐらいでした。海山を出てからもしばらく海の景色が続いて、だんだんと牧場の風景が広がってきます。オーストラリアは土地が広いので、酪農家は牛舎を持たずに放牧によって低いコストで生産しています。ワーキングホリデーの人たちは農場で働くと通常1年間のビザを延長できる制度を利用できます。ただ今は人手不足で、最近のニュースでトレーニングを受けた牧羊犬のケルピーが約300万円の値段がついたなんてありました。びっくりですよ。オーストラリアの乳製品の最大の輸出国は中国ですが、オーストラリア産チーズは生産量 50% 以上は日本へ輸出されています。日本で売ってるチーズもこの辺りで作られたものかもしれませんね。反対側の窓からはグレートディバイディング山脈が見えています。この山は世界で4番目に長い山脈で、全長約3700キロ。オーストラリアは世界で最も乾燥した大陸と言われてますが、海から湿った空気が山脈とぶつかり雨を降らせるので、東側はこんなに緑豊かな土地が広がっているんです。そして山脈を越えた西側は赤茶色の乾燥した大地に変わります。ニューサースウェールズ州は国内で最も高い山、コジオスコ山もあるので、変化に富んだ風景が見られる州です。コジオスコ山については別の動画で紹介していますので、よかったら見てください。それでは電車はショールヘブン地域に入ってきました。まもなくベリー到着します。次の動画ではベリー村のドーナツ屋さん、紅茶とスコーンのお店など紹介します。また見てくださいね。